こんにちは。9月16日金曜日の東京マーケット情報です。早期利上げ観測の後退で株価は上昇しました。東京市場の値動きです。今日の東京株式市場はアメリカで15日に発表された小売売上高などの経済指標が低調で、9月の追加利上げが困難になったという見方から、ニューヨーク市場の株価が上昇した流れを受けて、日経平均、トピックスともに値上がりしました。今日の東京外国為替市場、現在は1ドル102円台前半の円高ドル安水準で取引されています。株価の動きです。今日の東京株式市場は、15日のニューヨーク市場で株価が上昇した流れを受けて買い注文が先行しました。ニューヨーク市場の株価上昇で投資家心理が好転し、銀行株などこれまで値下がりしていた銘柄に買い戻しの動きが出たほか、今日発売された新型スマートフォンの売れ行きが好調と伝えられたことを受けて、関連する電子部品株が値上がりしました。一方、為替がやや円高に振れていることから、自動車株などに売り注文が出て相場の重しとなりました。午後に入って値上がり幅は100円以上に広がりました。東京市場は明日から3連休に入り、連休明けには日本とアメリカの金融政策を決定する会合が控えており、今日は持ち高調整の売り買いが交錯する展開となりましたが、結局日経平均は反発して16,500円台を回復し、トピックスも値上がりして今日の取引を終えました。今日の終値です。日経平均株価は昨日に比べて114円28銭高い16,519円29銭でした。トピックス東証株価指数は 10.39 上がって1311.50、 JPX 日経400は 97.99 上がって 11768.86 でした。